はい、カンナナフィーバーズネオ2回目ということなんですけれども、はい、1回目どうでした？終えてみて1回目、はい、そうですね、楽しかったです。私の不安要素で言うと本当に松永さんと仲良くやっていけるのかなっていう、そうですね、だったので、はい、どうですか、仲良くやっていけそうだったのかなという不安はどうなりましたか？解消されてなさそうだな解消されてなさそうです。この番組の説明をももさん改めてお願いします、はい、この番組はですね、これからの音楽シーンを担っていく次世代アーティストたちを私たち2人が紹介して応援していこうという番組でございます。はい、今週はどんなゲストが登場するんでしょうか？楽しみ。はい、楽しみですね。じゃあいつものやっちゃいましょうか。そうですね、やりましょうか。いつものって言って2回目ですけど、いつものですね。もういつものですよもういつものいつものにするって決めてるんだから、もういつものって言いましょう。いつものです。では参りたいと思います。はい、カンナナフィーバーズネオ。On Kanana Fever's Neo, we go out to discover and introduce you to the next big thing in Japan's music scene.次の時代を切り開く新しい音楽。さあ、時代が変わる瞬間を見届けよう。今週のゲストさんは、はい、羊文学の皆さんです。はい、はい、羊文学、いや聞いたこと、そう、存じ上げてないんですよ実は。私もそうなんです。だから今日どんな形で、ね、どういうことを知れるのか楽しみで、うん、楽しみですね。そうですね。あ、羊文学文字だった。まあ、3人組なんですね。うん、高一の時に結成。あ、じゃあもう長いんだな。うん、あ、フジロックのルーキャー王出てるんだ。すごい。あ、ネクストミュージカル東京って私も出たことあるんですよ。そうなんですか。そう、カナダのツアー。へえ。あ、なんかカラフルでおしゃれ。この人たちじゃないんですよね。これは多分、これは多分モデルさん、モデルさん、女優さんですよね。あ、でも曲素敵ですね。うん、素敵。うん、あ、この人だった。お、わー、楽しみ。ルーキアゴーゴー出てるんだ、うん、ね。いや、それはもう軌道に乗ってますね、もうすでにね。カナダまで行ってね、もう。そうですよ、ちょっと同じツアーに行ってるっていうのはちょっと親近感、ね、親近感ですよね。楽しみ。そうですね、楽しみですね、はい、まずはこちらから、羊文学のリリース透明版ワンマンツアー渋谷クラブクアトロで行われたライブ映像をご覧ください。カンナナフィーバーズネオへ、羊文学の皆さんです。
よろしくお願いします。すいません、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。2012年高校生の時に結成なんですか？そうですね、まあ、その時にいたのは私だけでメンバー変わって、はいはい、なるほどね、はい、2012年結成とはもうすでに羊文学という名前ができてからはもう7年も経とうとしてるってことですか？そうですね。そっかそっか。チャランポランタンと羊文学は同じイベントに出たことがあるっていう。そうなんですよ。もうあのカナダのスティーブンのイベントに出てるってね、見て、うんうん、あのネクストミュージックフロム東京、うんうん、あれに私たちもチャランポランタンとして呼ばれて、うんうん、カナダカナダのカナダに住んでるスティーブンっていう日本のインディーズバンドが好きな人が毎年そう日本から呼んでツアーを組んでくれるっていう。スティーブンめちゃくちゃアンテナ立ってますね。そうなんですよ。すげえな。ね、そんな共通点もあり、なんかちょっと今日お会いできるの嬉しかった、楽しみにしてます。すごい。俺なんか海外なんか行ったことないんですよあのパスポート持ってないんですけど。あ、本当ですか？ない。俺もうマックス北海道と沖縄。あ、そうなんですね。マックス北海道と沖縄。本当マックスそれですよ、本当に。あと男女混合のバンドですもんね。はい、そうです。お綺麗だからなんか福田さんね、男性だと思えない。で、本当に華奢でね。そう。え、なんかこの男女混合って聞くとなんかやっぱ楽しそうだな男女混合って思っちゃうんですよ。どういう関係性なんですか？って感じになっちゃうんですよ。それはやっぱりどうなんですか？そういうのどうですか？どうですか？いや、全然普通に、あの問題なく問題なく問題なく。え、そのやっぱ、男女混合ならではのいいこと悪いことデメリットメリットあったりするんですか？まあでも本当男女関係なくなんですけど、はい、まあでも着替えの時とか見ないでとか、あのあっち向いててっていうのはまああるけどなるほどね。でも関係なくならないですね。あの女子校のなんかそのもうスカートガバガバこうやってみたいなっていうわけではないですね。でもなんか私結構女子校出身なんで、なんかどこでも着替えるよね。着替えますって言いながらもう着替えるみたいな。わかります、わかります。着替えるからもうその出てけとは言わないまでも、うん、まあ、着替えます、まあ、かるよね。もう別に出てかなくてもいいです。あ、いいんですか？もうあのこちらは着替えますっていうことですね。でだって布じゃないですか別に。いや、その布が大事なの。その布に俺らは守られてるんですよ。その布のおかげで俺ら逮捕されなかったりしてるんですからね。そんな男女混合バンド羊文学、ガーリーなテイストが印象的な新作きらめきはどのような背景で作られたのでしょうか？もともとどっちかといえばこう強気というか、まあ、男っぽい性格みたいなのもあるので、なんか根本の部分は変わらないけど、なんかまあ気持ちとして男の子に負けないロックをするっていうところからもうちょっとこう抜けて、なんか自分らしいとかところを探すように最近なってきて、ね、ビデオもすごい可愛らしい感じとか、いや本当ですよね、ガーリーの感じ。なんか中学生の時バンドを最初したいって思った時にバンプオブチキンさんかなんかのコンビバンドしたくて、なんかちょっと女ボーカル合わないじゃないですか、だから合わないからちょっと女とはバンドできないみたいに言われたので結構カチンときて、でそっからなんか負けないみたいな気持ちで音楽をやってきたみたいなことはあります。わかりますわ。わかるんですか、やっぱり。結構最初の方とかこうなんかガールズくくりで呼ばれるイベントありません？なんかムカつきますよね。ムカつきますよね。くくる動機がなんか不純だなみたいなのが後ろから透けて見えるみたいなことですか、ね、なんか男性ボーカルのイベントってないじゃないですか。確かに男性ボーカルのイベントあったとしてもわざわざくくらないですよね。別に言わないですね。じゃあなんで女性くくるんだよみたいな。そうそうそう、ガールズ、うん、そう、女の子ナイトみたいな、ね、確かに。でガンガン強気でいくと男勝りとか言われますなんだその言葉みたいな。そうなんですよね。その言葉何みたいな、ね、本当に分かりまくります、ね、じゃあ普段負けてんのみたいな話になってきますからね。本当にね、逆説的にね。女性に優しいですね。ありがとうございます。本物種が育つ時間は巻き戻せないそうだよ。女の子はいつだって打ち切ったよ。
カンナナフィーバーズネオをご覧の皆さん、こんばんは。ドスモノスというヒップホップグループをやってます、ソーシットです。ここからはカンナナフィーバーズネオの注目コーナー。さまざまなジャンルの人が登場し、今最もイケてる、おすすめしたい、大好きなものを紹介していく、その名もフィーバーズチョイス。今回登場してくれるのは、国内外で高く評価されるヒップホップグループドスモノスのトラックメーカーであり、ラッパーのソーシットさん。今回の僕のフィーバーズチョイスは、今おすすめのインディーアーティストです。まあ、僕が所属してるというか、まあ音楽の界隈というのはインディーシーンっていうよく言われるんですけど、まあ僕の周りっていうのは結構その中でも変チクリなやつらが多くて、無菌化されてないというか、ちょっとバグったような音楽性とかっていうのは多いんで、その辺の面白い、一番美味しいところは僕が知ってると思うので、今日持ってきたんで紹介させてください。まず紹介したいのがサウスペンギンというバンドです。まあこのサウスペンギンは僕ラップの客演で誘われて、まあ初めて存在を知って、まあ聞いたのもその時は初めてだったんですけど、まあ彼らのデビューアルバムの8月の2日に出たばかりの Y ってアルバムですね。結構アーバンギャルドなノリがありつつも、まあ今のシティポップの感じを、まあうまく入れてるっていうかね、まあめちゃめちゃ音楽オタクが作ったなってことを聞ける人が聞いたら分かるんですけど、まあめちゃめちゃこれが綺麗にまとまってポップに、ジャケットもすごい可愛いですよね。でも中に渦巻いてるバイブスはめちゃめちゃグツグツしてるマグマみたいな感じと音楽で、まあぜひ聴いてほしいんですけど、僕も1曲だけエアーっていう最初の曲でラップで参加してまして、まあそれも本当好き放題ラップさせてもらったんで、ぜひ聴いてほしいですね。次に紹介したいのは角堂真美さんという女性アーティストの方です。こちら、彼女はセロっていうバンドのサポートとかもやってることも有名ですけども、これは2018年に出た彼女自身のソロアルバムで、これがもうすごい傑作で、静かな生音、生楽器の音楽なんですけど、歌声も優しいし、世界観もすごいうっとりするぐらい、なんかふわふわしてるんだけど、音を聞いてみるとすごいえぐみがあって、そこにすごい僕は一番引っかかって、まず1曲聴いてほしいとするのは1曲目のダンスっていう曲なんですけど、全部が溶けてまあ、全てが溶けてただの模様になるっていう、まあ歌詞があるんですけど、まあそれの通り、なんかもう全部の音を、まあ本当フラットに、なんか人間ってまあ大体言葉とか名前で、まあ先入観で大体物事見ちゃうんだけど、まあそういうの全部取っ払って、なんか音の地平に身を委ねるような曲っていうか、まあ最後は本当驚くような展開する曲なんで、まあぜひ一回聴いてみてほしいです。3つ目に紹介したいのは服部隆さんです。はい、こちら2015年に出たアルバムなんですけど、まあ、知ってる人は知ってる、まあ、ものすごいバンでして、まあ、僕も当時聴いて大学生だったんですけど、まあ、とにかく食らって、エレクトリックな音楽と、まあ、そのインド音楽多分特に強い影響があると思うんですけど、まあ、そのミックスのさせ方がまあ尋常じゃなくて、まあ、かっこいいし、まずこれは作れないやと思って、作ろうとしてもこれ真似るより別のことやろうって思わされたっていうか、まあ、とにかくこれ聴いて以降、まあ、これの真似はしないぞって思うぐらいの、僕自身は結構個人的にすごくエポックメイキング食らった作品ですね。服部隆さんの一番最新の多分構成聴ける曲っていうのは東京デイズ、この当時の、まあ、分かりやすくまがまがしい感じっていうのはだいぶ抜けたんですけど、よく聴くとめちゃめちゃ狂ってるっていうようなタイプの音楽で、まあ本当に世界で他にない音楽作る人だなって、まあ、また食らったんですけど、まあ、ぜひ聴いてください、東京デイズ。いかがでしたでしょうか。今回僕が心からお勧めしたい3組ご紹介させていただいたので、ぜひ聴いてください。フィーバーズチョイスをお届けしたのはドスモノスのソーシットでした。ありがとうございました。